あれ？あれよ、ウサギのあれよ。これ以上は言えないわ。まだ来てないわ。彼に用があったの？本当は UFO に興味ないでしょう。いや、冷やかしの客は出入り禁止にしてるのよ。
どうなの？UFO に興味があるという証拠はある？松江と宇宙人展のチラシね。嘘じゃなさそうね。
小泉八雲記念館はどうでした？あら、私と同じ意見じゃない。八雲の日本に対する温かな思いは、今の日本人が失ったものね。八雲が素晴らしいのと同時に、当時の日本も素晴らしかったのよ。
情と道徳に守られた神々の国だった。あなたもそう考えるでしょ？ヤクモは数奇な運命で日本を訪れた。でもそれは宿命だったのかもしれない。彼は日本に伝わる怪談を書き残すために神から使わされたのよ。私の話は退屈かしら？
あなた、森田に会いに来たんだったわね。33歳よ。私の年齢は聞かないでね。彼女のことは森田は話してくれないわよ。
痛い思い出だからじゃない？実際に噛まれた痛い思い出よ。ガリは左の刃が出てたみたいで、その後だけは今でも残っているのよ。
あなた、何を探っているの？ヤクモに興味があるんでしょ？階段の話をしましょうよ。階段の中で一番好きな話を聞かせて。
残念ね。あなたとは話が合わないようだわ。私の好きな話は、病で亡くなった妻との約束で再婚しなかった男が約束を破って若い女と結婚するの。祝言の翌朝、隣で寝ていた嫁の首が消えていて、前妻の墓の前にあったというもの。
男っていつも愚かよね。いらっしゃいませ。
アポは取ってありますか？村上からアポなしの客は取り継がないでほしいと言われてます。特にマックスっぽい男は会いたくないそうです。あなたのような人じゃないですか？どうしました？
はい、ありがとうございます。これでもアナウンス部の部長です。オークションのレジは役職関係なく社員が交代でやることになっとるんです。うちの看板アナウンサーです。
村上と同期の女性はいませんよ。その年に入社した女性社員は彼女だけです。以前は一つ上にいましたけど、退社しました。村上がどうかしましたか？いや